ピーハロウィーン、メイクアップアーティストのアリサです。はい、今回はこんな感じでゾンビメイクをやってみました。自分でやってみたのはいいけど本当に怖いこのね、ゾンビメイク、実はセリアのアイテム、そう、100均で全てできます。はい、使ったものはね、このね、傷メイクシールで、このね、周りにお肌と傷シールがしっかり境目がぼけるようにフェイクスキンがついています。血のり、はい、このね、3つを用意してもらえば、あとは家にある黒色のアイシャドウとブラウンと赤と紫、緑色、はい、あとは赤リップ、はい、もしなければ全部100均で揃います。トータル300円でゾンビができちゃいます。それではどうぞ。こちら傷メイクシールを使っていきます。これね、すごいえぐい痛々しい傷、これはセリアで買いました。想像してた以上にね、プニプニしてこんな感じで柔らかいです。はい、これのね、使い方は付属の両面テープを片面外して、はい、外します。で、このね、ペタペタする方にこの傷メイクシール貼り付けます。ペタ、はい、これをね、ハサミで好きな大きさにカットし、貼りたい箇所の水分や汚れをしっかり取ってから貼り付けてください。目が取れちゃった感じでいきたいので、チョキチョキ、すごいね、簡単にハサミで切れます。痛い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 、もうすでに痛い。切りました。なんか梅干しみたい、可愛く見えてきた。目に貼っていくんですが、こうシールがさ、まつげについちゃうと痛いので、ちょっとね、目の大きさにティッシュをカットします。これで私のまつげは守ってくれる。はい、でちょっとつけまののりで、両面テープのシート剥がします。ここに貼ります。ダン、密着がすごい。はい、これを貼り終えたら下地を塗っていきます。はい、特殊メイクをするときはね、下地とファンデーションをしっかり塗ってお肌をね、刺激から守ります。こういうね、粘着系はどうしても油分に弱いから、化粧する前に貼った方がいいんですけどね。ファンデーションを塗っていきます。フェイスパウダーも塗って崩れにくくしておきます。はい、続いてこちらもセリアで買ったフェイクスキン。こんな感じでね、なんか糸がいっぱい出てる。臭い、なんか変な匂いがする。やばいやばい、固めだからさ、遠近感がわかんない。はい、これね、適量取り、繊維をほぐして軽く伸ばして肌に貼り付けてください。ちょっとね、このシールと皮膚のね、境界線のところに埋めていきます。これをね、一周したらちょうど全部なくなりました。はい、こちらの黒色のアイシャドウを使って全体をちょっとね、汚していきます。で、たまにね、ちょっとこういったグレーも混ぜていき
はい、次はねブラウンを使って今度土がついている感じを出していきます。次紫を使ってクマの感じを出していきます。もうねスポンジを使ってねラフに。次はね赤色を使って目のね下をのせていきます。赤をねスポンジで取ってこの傷の周りぼかしていきます。他のところも赤をのせていきます。紫も、はい、上から紫を重ねるとね打撲した感じのあざができます。緑を使うとこれもまたねリアル。治りかけのあざってグリーンになってくるじゃないですか。うん、それでグリーンを使うとよりリアルなあざに見えてきます。黒色が足りなかったから黒色を重ねていきます。ね、傷の周りにも黒色を足します。黒とブラウン。傷シールもちょっとね黒色をのせていきます。このグレーのアイシャドウを唇に塗っていきます。このフェイクスキンはオイルでできているから血のりはね弾くようなので赤色の口紅を血のり代わりにつけていきます。血の感じを出すとよりリアルに仕上がります。フェイクスキンじゃないところはこの血のりを使っていきます。で今日はね白を着てるから本当に気をつけたい。食器を洗うスポンジなんですけど目がね洗い物こういったスポンジを使う容器に入れてこうスポンジにつけてでこうサッとやるでねこうトントンするとねこうまた違ったね感じになる。筆を使って血のりをいろんなところに垂らしていきます。はい、メイクが完成しました。めっちゃ痛々しい。で髪の毛もねちょっとこう逆毛を立ってて汚い感じを出すと超ゾンビっぽい。こんな感じ完成です。